皆さんこんばんは。今日も10歳若返り YouTube チャンネル授業を行っていきます。今日のテーマが韓国人のような陶器肌になりたいんですけど何をすればいいですかという質問にお答えをしていきたいと思います。いろいろね治療の方法があるんですけど、私がね今日ねご紹介したいなと思うのは女優注射かな。これはね私の中で陶器肌を作るって言われたら一番最初に多分パッと思いつく施術ですね。陶器肌って言われる肌はねやっぱり毛穴があんまり目立たなくてキメが細かくて肌が透明感があってそしてツヤがあるっていうのを、まあ、俗に言う陶器肌と言いますね。どちらかというとそういう肌っていうのは例えばボトックスをね打って、私もね1週間ぐらい前に林先生におでこボトックスっていただいたんですけど、やっぱりボトが効いてくると額がねちょっとこうちょっとツヤっとした感じになってくるんですよ。これはね諸説あって、1個はですね額みたいに筋肉の厚みがすごく薄くて脂肪もあまりなくてもすぐ皮膚の下にこう筋肉があるようなこういう構造の組織に関してはですね、我々医者はボトックスをねちょっとこうわざと浅めに打つんですね。でそうすると、まあ、マイクロボトックスとかスキンボトックスって言われるようなちょっと皮膚の表面にボトックスが少し効いて皮脂の分泌も減って毛穴がこう締まる縮小するようなそういった作用が出るんじゃないかって言われています。でそうするとですねおでこの動きも弱まるんだけれども毛穴が目立たなくなってこうつるピカッてした感じになるんですよね。こういう感じがやっぱボトックスはマイクロボトックスって使い方をするとやっぱできますし、それを筋肉の動きとかをあまり止めずに、ナチュラルに表面だけにボトを効かせてっていうのができるのが女優注射のいいところで、かつ女優注射はねリジュランっていう成分が入ってます。製剤がですね、でリジュランっていうのはポリヌクレオチドっていう成分が入っていて、このポリヌクレオチドはねすごく実は優秀な成分で、まず1個は美白作用もあるんですよ。だから肌に透明感も出ます。でかつリジュラン自体が皆さんの持ってらっしゃるコラーゲンをこう増やしてくれて皮膚にしっかり厚みを持たせたり張りを出したり小じわを回復したりっていう効果があるので肌質自体も若返りをさせることができるんですね。でかつ女優注射はその最初に言ったボトックスも入っていて表面にボトックスが効くことで毛穴が目立たなくなって皮脂の分泌も減るのでこう変なテカリではない上品なツヤ感が出てくるということですので、まあ、これは陶器肌になるための鉄板のメニューだなとは思うんですね。ただ、まあ、難点はね針を刺すのでちょっとやっぱりチクチク刺す時に痛みがあるよっていうところだったり、あとはなるべく内出血が出ないように細い針でかつまあ浅いところに打つ治療なので大きなあざになることはないと思いますけれども、ただそれでも針は刺すから部分的に内出血が出る可能性はゼロではないんですよね。そう考えるとまあちょっと場合によっては女優注射今回は遠慮したいなっていう患者さんもいると思うので、そういう場合はねピーリングの治療をうまく使うと陶器肌になれますね。私がパッと思いつくのはベルベットスキンっていうメニューなんですね。これはダーマペンという治療で表面に細かい少しこう浅い穴を開けてでそこにピーリング剤を染み込ませるので、それによってよりピーリングの浸透も高くなってですね肌をこう中から入れ替えることができます。これもねちょっとね陶器肌っぽい感じだね。肌がトーンアップして毛穴目立ちにくくなるし、場合によってはこうちょっとこう肌がむき卵みたいなツヤピカンってした感じにもなるので、まあこういうのも一個ありかなとは思います。ダーマペンがすごくダウンタイムがあるイメージなんですけど、ベルベットスキンもそうですね。それで言うとダーマペンって施術を受けた直後顔の赤みとかは出るんですけど、かさぶたになったりはあまりしない治療なんですね。でかつ当院のベルベットスキンって通常のダーマペンでこう肌に針でこうちょっと傷をこうつけるようなそういった工程に比べると針がね浅いんです。ベルベットスキンの時はなんでかというとすごく例えば2ミリとか 2.5 ミリとかそこまで深く傷をつけてそれにさらにピーリング剤染み込ませると肌への負担が強すぎちゃうんですね。でそれまでしちゃうと
結構かえって肌が悪化しちゃう方がいるので、ベルベットスキンの時は通常のダーマペンの施術よりもあえてピーリング剤のこう作用を逆算して針の深さをちょっと浅くしてるんですよ。だから施術の後の赤みとか、あと場合によっては針が深いとちょっと内出血とか出る可能性をお伝えしてるんですけど、それは非常に軽いです。うちで言うとダーマペンの一般的な施術よりベルベットスキンの方がダウンタイムが少ないですかね。だからちょっと気軽に肌質改善という場合はむしろベルベットスキンの方をお勧めさせていただくことが多くて、クレーターを良くしたいとかもっと中からがっつり入れ替える場合はダーマペンっていう位置づけにうちではさせていただいてます。まあ、クリニックさんによってね、いろいろ使い分けはあると思いますけどもね。ベルベットスキンとダウンタイム何日ぐらいですか？大体ね、まあ、お化粧はなるべく24時間を控えていただいてますが、24時間経って、まあ、それぐらいすると赤みもほとんど消えてることが多いですし、それぐらいっていう感じかな。ちょっとやっぱりまあ肌が乾燥してたり、もともと少し弱い方だと施術の後の赤みとか、場合によってはちょっとこう一時的に乾燥肌になったりっていうのが 2,3 日ちょっと肌の調子が悪くなる方もいるかもしれないので、まあ、大事なご予定のさすがにちょっとこう前々日とか前日っていうのはやめていただきたいかなと思うんですが、まあ大体の場合は 3,4 日もう取っていただいたら問題はないかなと思いますね。では今日は韓国人の、ね、方のような陶器肌になるためにはどんな治療をしたらいいのかという質問に対して2つですね、女優注射とベルベットスキンの治療をご紹介しました。ありがとうございました。